やっほ、キアナだよ。テレサはブローニャを呼び起こす方法を探すため、中央境界堂データベースによって作られたバーチャル空間に入った。私はこっそりとその後をつけて、一緒にデータで作った第二次崩壊の戦場にやってきたの。この空間で私は第二次崩壊時のテレサとクソパパの AI に会って、それから小さい時に亡くなったママにも会ったの。 私はみんなと一緒に戦って第二律者を追ってシベリアのバビロン実験室の前までやってきた。気をつけて、強烈な崩壊エネルギー反応だわ。第二律者は中にいるはずよ。テレサちゃん、キアナ、準備はいい？絶対に油断しちゃダメよ。はい。やっとママと一緒に戦える。いいところ見せなきゃ。実に面白い。 まさかこんな展開になるとは、僕の予想を上回ったよ。二人とも、彼女を見逃さないように。はい、大司教様。お任せください。承知。